ブンブン。ハロー YouTube。どうも、それです。今回は先日から導入しているフィモーラの新機能、この無音検出という機能をここをしばらく使っていて、だいたいこのぐらいの設定であれば、ちょうどよくこの機能を使うことができるというところを見つけましたので、その辺について今回はご紹介していきます。そもそもこの無音検出という機能は、どういう機能かと言いますと、動画の中に含まれている、何も話してない部分、その部分を 自動的にカットするという機能になります。何がともあれ実際にその機能を使う様子をご紹介したいと思います。まずこちらが先ほど撮影したファイヤータブレットに関する動画になります。この下の部分を見ていただくとわかる通り波形が出ているところがわかるかと思います。この波形が出ているところが実際に喋っている部分になります。逆にこの波形が出ていないところは黙っていて何も喋っていないところ。基本的な動画編集の流れとしましては この何も喋っていないところをカットしていくというのが自分の動画編集のスタイルで。テルプなどは入れていませんので単純な作業といえば単純なんですが、例えばたまには20分だったり30分なりかなり長い時間喋ってしまうこともあり、その場合は再生しながらそういった何も喋ってない部分をカットしていくという作業がありますので、単純作業ではあるもののかなり時間がかかってしまうというのが動画編集をする上で大変なポイントでした。 ただ、先日導入しましたこの機能、無音検出という機能を使うことによって、そういったカット作業も自動で行うことができるようになり、最近はとても簡単に動画編集を行っています。少し前置きは長くなってしまいましたが、この無音検出、どのようにして使うか、そしておすすめのパラメータ設定などをご紹介したいと思います。まずは実際に編集を行う動画、こちらをクリックして選択した状態で、この無音検出という機能、このアイコンをクリックします。 クリックしますと自動的に無音検出の処理が行われてしまいますが一度バスを押して閉じますというのも最初に行われる作業につきましてはこのデフォルトの値が使われてしまいますのでこの場合少しうまくいかないところがありますうまくいかないところというのは例えばキーボードを叩いた音だったりマウスをクリックした音だったり余計な音まで拾ってしまうということがありますのでその場合この辺のパラメータを変更することによって うまくその辺を取り除くことができます。どのようにして取り除くかと言いますと、この式位置。式位置の部分、デフォルトでは25%となっていますが、これを70%ぐらいまで持ち上げます。これによって、ちょっとした音は拾わなくなる。要は、少し音が入ったところはカットしてくれますので、ちょっとしたノイズを音声として認識されてしまうということが、このパラメータを変更することによってなくなります。あとはバッファ構成。 ここはあまり効果としては感じていませんが、これまでに試した結果、デフォルトの0.1秒を0.2秒ぐらいにすると、なんとなくうまくつながるような感じがしますので、自分は毎回ここを0.2にしています。最小間隔につきましては特に0.5秒で問題ないので、こちらはデフォルトのままにしています。この 70%0.2 秒、このパラメータに変更した上で、再起動。このアドンをクリックしますと、自動的に処理が進みます。 そうすると、ここ注目していただくとわかるかと思いますが、このように自動的にカット作業が行われます。拡大しますと、喋っていて動画の中に残す部分が少し明るい色、何も喋っていないところが黒くなります。これが最初から最後まで一瞬で作業が行われます。あとはこれをタイムラインにエクスポートします。そうしますと、一瞬でタイムラインの方に反映され、自動的に何も喋っていないところが取り除かれた映像になります。 実はこれで今回の動画の編集が完了です。あとはエクスポートをして動画の書き出しを行えば、今回の動画編集としては以上になります。今回使った動画素材の方は、20分ぐらいの動画素材でしたが、本来この20分の動画をカット作業をしようとすると、その倍ぐらい、40分近くかかってしまうこともあるんですが、この無音検出という機能を導入したことによって、今ご覧いただいており、カット作業が一瞬で終わります。今回の本題としましては、この無音検出、 どういったパラメータにすればうまくいくかというところをお伝えするのが本題でしたがもしまだこの音検出という機能を使っていない方特に自分のように何か喋るだけの動画でカット作業が中心という編集の場合はこの機能を使いますととても簡単に編集作業を行うことができますなお注意点もありますので最後にそちらもご紹介しておきますもうこの画面を見ていただくとなんとなくわかる通り閉じるボタンが右上の方にありますので要はこの フィモーラは Windows バージョンを使っています。自分は Windows だけではなく Mac も使っており、実は Mac の方にもこのフィモーラというソフトを入れているんですが、現在はこのフィモーラを使う場合は、ほぼ 100%Windows 版を使っています。その理由は何かと言いますと、今回導入された新しい機能、文 o 検出というある意味紙機能ですが、この文 o 検出というとても便利な機能、実は使えるのは Windows 版のみになります。 Mac 版につきましてはまだ無音検出は提供されておらず、いつ Mac 版に実装されるかも未定で、さすがに Mac 版が出るのを待つのも時間がもったいないので、現代は Windows 版しか使っていません。ですので、もし Mac で Fumora を使われている方、そういう方は無音検出、使うことが当面できないかと思いますので、とても便利な機能ではありますので、もしいち早くこの機能を使いたいならば、もう Mac 版を使うのもやめて、Windows のパソコンを買って、 Windows 版のフィモーラを入れるというのがいいように思います。せっかくですので、Mac 版の方の画面もご紹介したいと思います。Windows の方とは少しバージョンの数値は違うものの、一応現在は最新バージョンのフィモーラを Mac にもインストールしています。そして本来であれば、この辺にあるべき、もう検出というボタン、もう見ていただくとわかる通り、この Mac 版には出ていないのがわかることもいます。さらにメニューから見ていきますと、 ツールというメニューのこの部分アニメーションを追加とオーディオを調整するこの中間に無音検出というメニューが本来ならばあるんですがやはり Mac 版の方には出ておらず先ほどご伝えした通り現在 Mac 版には無音検出が提供されてない状況となっていますそれからもう一つ注意点としましてはこの無音検出という機能は有料バージョンになります本来この f l m o r a という動画編集自体は 買い切り型のソフトですが、この無音件数につきましては月額料金を払わなければいけない機能になっていますので大体月額1,000円ぐらい年間を通して使うと合計1万2,000円かかる割と高額な機能になっていますですのでそこまでお金を払いたくないという方の場合はもうこの機能は使わず従来通り手動でいちいちカットしていくという作業をすればお金は節約することはできますが とにかく作業効率を重視したいというならば、多少お金がかかってしまいますが、この機能、有料バージョンを購入するのがいいかと思います。Windows 版でしか使えない、使うにはお金がかかってしまうというのが、この機能の欠点ではあるものの、個人的には快適に使えていますので、カット編集を効率化したいという方は、ぜひ一度は試してみるといいように思います。なお、このフィモーラという動画品ソフト販売ページのリンクにつきましては、動画の概要欄の方に貼っていきます。もし購入を検討している方、 また最新の科学など興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。